てか、うんこちゃん、いつ飯連れてくれんすか？この前スマジパイヤで。朝の8時にパチンコ行こうって。あれ何なんすか、マジで。いやいや、あれは、なんでもうあれが俺の中の。しかも俺、終わったの、配信終わったの、すでに6時とかだったじゃないですか、朝の。そう、いや俺今から寝るっすっつったら知ってるってきて。ちなみに何これと思って、あの日シャカキンとスタイリッシュムーブを誘って行ったわ、はい、行ったんすか2人。行った行ったすげえ。2人行ったんすか。行った行った行った。すげえ、よく行けなかったさ、さすがにね。スパイギアが配信したの気づいてたんだよ。え、出たっすか。いや、負けた行きまくんじゃん。え、パチンコなんですか、スロットっすか。じゃあまあパチンコ、みんなで。あ、パチンコなんすか。パチンコはまったりできるからいいね。あそこで被験者を発見。いや、行くんすね。俺絶対もう今行かないっすわ。あの、まあみんなだったら行くっすけど、一人では行かないっすね。一人じゃまあ行かないよ。うん、なんかノリでさ、やりたい台がないな。ここで何かを見つけられる。そうだね。何打ってたんすか。リゼロと、はい、とある。ああ。なんか、あ、でもパチンコでもまだ出そうなイメージあるっすけど。まあなんか、その、そうだね、オニアがなんか、はい、リゼロめっちゃ好きだから。そんな理由だ。丸ノリでみんな、すみません、断ってしまって。いや、全然いいよ。むしろ断ってくれてありがたかった。はい。でも俺リアルにパチンコ屋とかあるじゃないですか、うん、席固定じゃないですか、なんか椅子が。ね、俺足収まんないんですよね。でかくて。いや、マジっす。あの、いや、おもろすぎるじゃん、それ。あの、パチンコの中回すとこあるじゃないですか、うん。あそこに足邪魔して回せないんですよね、いつも。あ、うめえな。うまっ。